試験や英語塾です、えー、っと今回はですねあの英語学習に成功するたった一つの方法っていうねあの絶対信じちゃいけないっていうあの内容なんですけどあの一応なくはないっていうねことなんですけど、うん、とそれがねあの時が経過するのを待つ。 っていうねえ、効果が出るのを待つっていうあのそういう姿勢です。あのこれはあの結構重要なことでね。あの多くの人が失敗したとか言うでしょうし。なかなかうまくいかない失敗したとかね。でこの失敗っ点どこから来るかっていうとですね。あのやっぱ待ててないんですね。あの。 あの例えば、効果を、効果が出るだろうと勉強してね、まあ、勉強しますと。で、その効果が出るのを、ものすごくはスピーディーな感じであの見積もってるんですね。あの、究極言うとね、今日単語勉強したから、明日は単語できるだろうみたいな、そういう感じですよねなな。ないですよね。なんならその単語出ないかもしれないわけですよね。で、なのにね、やっぱそれが出なかった、あるいはそれが間違えて、で、あの、わ、やっぱりっできなかったみたいな、失敗したみたいな感じになるで、それ全然失敗でもないですね。あの、ずっと待てば、待てばねあの、そのうち必ずできるよね。 になるとそういう感じですねだから時の経過っていうのは非常に重要ですよね。 勉強自体にね、即効性は基本ないんで、あの、さっきの単語でもね、そうだし、あるいはスピーキングとかライティングとかでもね、あの、このセンテンスを覚えとくと、あの、いいよとかね、あの、使おうみたいな感じで、あの、一生懸命覚えるんだけど、あの、漢字な使いどころ間違えてるとかね、あの、で、使いどこここそ使おうみたいな時に、あの、スルーして気づかずにいっちゃうとかね、あの、そんな感じで、あれ覚えたけど全然使えなかったとかね、あの、なっちゃうわけですよ。だって結局ね、その、あの、ちょっと前に覚えたことっていうのがなかなか使えないですよね、ある程度のこう、 時間が経過しないとね、もちろん個人差があるんで、でものトフルとか受ける人はね、今までの大体大人が多いじゃないですか、大人という高校3年生以上くらいの人多いんで、自分の今までの経験、勉強の経験からして、自分が新しく学習したことが、実際にアウトプットできる、あるいは単語ならね見てて違和感なく理解、スムーズに理解できる、または使えるっていうのにかかる時間って大体分かっています。 私だって2、3年見積もってます。だからあの、えっと、今、単語を新しく、ね、仮に覚えたとしたら、まあ、これが、ね、自分の口をついてこう出てくるのに、まあ、2年ぐらいか見とけばいいかなみたいなあの感じですね。だからあの、えっと、1年後ぐらいに、ああ、あれ見たことあるな、何だっけなとか言って、あの全然あの国も何もならないでそういうプロセスを踏むのが当然なんでね、あのそういう感じになりますよね。だから即効性っていうのはなかなかないね。ねその待つ間、待つ間に、あの例えば、ね、この表現を学びましたとで、これを使うといいよみたいな、ね。 ね、のがあったんでそしたらねその待つ間にいろんなタ いろんなそして大量の、ね、英文をあの見たり聞いたりするでその中でねあのそういうのを見つけてあのこういう使いどころで使うんだと、ね、こういうのが使いどころ勘どころであるんだというのをこう分析意識的に、ね、分析したりとかあのそうやってこう時を過ごしていくことになりますねそしてある時ねブレイクスルーが訪れるっていうことになりますねあの例えばあのトフルでいうとねあのずっと90点 現代でこう、ね、上下してた97とか言ったんですけどもうあと91の時もあるんですけどまあ94ぐらいですかねみたいななかなか100いきませんみたいなね感じの,あの人はもう、まあ、結構な数いらっしゃいますけど。 例えばね、ず,あのずっとまあ細々とね、勉強続けてて、で、ある時ね、105とか取れるんですね。いきなりね、105とか、あの、前回受けて91だったんですけど、もうこれもうダメかなと思ってたんですけど、今日受けたら105でした、みたいなね。やったーみたいなねで、105とか取ったんで、もう一個上のね、あの、ランクの、あの、大学院に行けます、みたいなね、あの、感じになることがある。この人はね、一応成功しました。で、この人の成功の秘訣はもう明らかに待ったことなんですね。あの、1年以上待った 待ちましたと。とだって1年前に97とか取れてるんですよで。それでもうあの半年ぐらい経って、もう91とかになった時に。 あ、もうこれは無理かなという感じになるでそこでね、待ってずっと勉強し続けたんですね。そしたらこの1年後に105とか言っちゃったっていうね、あのことになりますね。だから待つって非常に重要。で、この105取った時に、まさかこの105取った時の、あの、ね、えあの知識として、前日にやったことが現れているはずがない。はずがないも。もしくは多分1年ぐらい前にやったことが徐々になんかこうこなれてきてかた、体の中にね、あの、もう肉体化されてね。で、それがこう思わず出たっていうのがプラスになった とかねいうのも多分あるんじゃな,いかなあのだからやっぱりあの時が経過するのを待つっていうのは非常に重要なねことなんですねただねあの多くの人にとってはねあのまあ、例えばトフル受けますとかいう時に来月までにいくら取らなきゃいけないとかねあのもう急にこうなんか本来あるべき姿をもう大きくねじ曲げた形でもうあの制約があるんですねあの時の経過が一番大事時の経過こそが大事っていうんだけど時の経過だけは無視してくれっていうあの そういういことをやらななきゃいけないけこのために、例えば塾に行ったり、予備校に行ったりとかするわけ。えー、だから、この塾とか、ね、予備校とかが、ね、あの求められていることは何することかというと、この時間をワープさせること、あのワープすることなんですねあの。このもう軸をねじ曲げることなんですね。あのこんだけで、実はこんだけあるかのような、えっと、気持ちにさせてくれっていうあのことなんですねで。これをね、対策っていうんですね。でだから、この予備校とか塾とかで対策をすることで、 本来ならばね、2年、3年待たなきゃいけなかったところがぎゅーっとやってあの2ヶ月でできるようになりましたとかね、あのいう可能性が出てくるっていうことですね。ただね、この対策といっても、このじゃあ対策が、うん、自分の中にこう肉体化されるまでどうなるか、それもやっぱり時間がかかるんですね。あやっぱり時間かかるんですね。当然個人差もあると、えー、いうことになる。だから、あのー、でそのじゃあ,あのこ、これぐらい必要な時間をどうやったらこう縮められるんですか。でやっぱりそれは勉強の 総時間を上げるしかないね。で、勉強の総時間を上げるとなると、やっぱ猛勉強が必要になるとね。今まであの1日3時間だったのがまあ、1日15時間やりますよと。と、えー、いう風うになったら、あの1/5にね。もしかしたらな短縮できるかもしれないわけですよね。あのー、そういう感じですよね。だから、あの猛勉強はあの必要。猛勉強が必要っていうのはその総時間を上げてね。あの、自分が英語に接する時間をあのとにかく時間数を上げて、あの本来必要な期間をぎゅーっと。短 短縮する可能性を多くあの高めていくっていうのがねもう勉強の意味かななんてねあの思ったりしますねだからあの、まあ、まとめるとですねあの英語に英語学習に成功する <laughs> 方法としてはねあのやり方は何でもいいですでみ,んなやみんながやってるようなことやればいいです単語覚えたいなら単語覚えるしね文法やるんなら文法やるしねあの本読むとかね多読とか聞くとかねいろいろありますよねあの何でもいいでまあ、とにかくやるんですねであのそれをねやっぱりあの、まあ、自分がやこれがいいなと思った方法自分がいいな と思っった方法が多分一番いいですよあの合ってますよよ合てま自分が美味しいなと思った食べ物がやっぱり一番美味しいしね。あのこれうまいから食えとか言われても、なんか、あんま美味しくないんだよねとか思ったら、なかなかね、食べられないですよね。だから、あのやっぱりあの自分があの、これが向いてるなっていうね方法はまあ当然自分の中で分かるはずなんで、大人なんでね。あので、それをあの、まあ、やっていくっていうことなんですけどあの、基本的には猛勉強する。猛勉強するんだけど、やっぱり時間がかかるぞと。ね、効果が出るまでには時の経過が必要。で、時の経過を待つと。 であのあのその時が来るまでね、時が来るまでは、多分失敗を続けていくっていうことなんです、でだから効果出ないなとか思いながらねあの、せっかく単語を覚えようとしたんだけど、なかなか覚えられないなとか、そういうことばっかりでしょ、あのだからね、そずっとね、こまだ時が来てないだけなんだというふうにして、あの全然失望,する意味失望する意味はないですよ、だから時が来てないんだから。 ね、で要するにあのあのカップラーメンでね、まだ3分きてないんで、硬いのに決まってるじゃないですか、でもあの3分きてないのに、あの1分で揚げて、うわ、硬いんだよなとか言ってるのと同じなんでね、あの3分来たら、あ美味しいですねってなるので、まあ、例えばね、硬いのが好きではない人はねあの、そういうことです、だから、あの時間がある一定の時間かかるで、これをこの辺まででね、あの効果出したいと思うと、出るはずがないんで、でわで、できないですみたいな、ね、感じになっちゃう。 それは全然がっかりする意味がないんで、がっかりする意味がないんで、だからもうちょっとこう、あの、できないのに決まってますよ、と思いながら、ただ勉強を続けていく、しかももう勉強を続けていくと、あの、ある一定の期間がね、あの、来ると、ここでブレイクスルーが起こってくるっていうことですね。 でそこまでね、あの腐らずに、あの着実に、まあ、細々とでもいいし、まあが、がっつりでもいいしね、がっつりやると、まあ、短期、ね、あの期間が短くなると思いますけど、あのそうやってねあの、勉強を続けていくっていうことの方がね、あの大事かななんてあの思いますね、だからいろんな対策あると思いますけど、すべての対策に勝るのはね、やっぱり続けていくっていうことですね、で時間を取れば取るほどあの、やっぱり可能性はある、で時間があ取っ,ってもね、時間取ってもこの辺空いてましたとか、全然勉強してない期間がありますとか、それはダメですよ。やっぱり あ,のある一定の期間勉強を続けていくっていうねことが重要なんで,でそれを続けていさえすればねあのまあ結果は出てくるかなっていう感じですねそうやってあの、えっと、自信を持ってある意味自信を持ってねいつかこれ必ず結果出るんでと思ってやっていくっていうのがいいのかななんてあの今まで、まあ、2 5 6年 TOFL の,の受験生見てきてあのそんな感じはあの思ってますね。